クードル級揚陸艦は、フランス海軍の輸送揚陸艦に相当の艦級。計画艦型番号は TCD-90。本級は、フランス国産第一世代の輸送揚陸艦であった、ウラガン級の更新用として計画された。当初は1984から88年度海軍計画で3隻の建造が計画されていたが、予算上の理由により1隻のみの建造となった。 その後、1994年度計画で2番艦の建造が追加され、これは1998年に竣工した。主機関の構成は、1970年代に建造されていたデュランス級補給艦のものが基本的に踏襲された。これによって維持管理性が向上したほか、裏眼級と比して4ノット有足となっている。また上陸用集停の発進。 収容時の定位保持を考慮して、バウスラスターも追加された。本級は、一個機械化不評連帯及び車両、装備、物資1880トンを搭載できるよう、設計されている。車両乾板は1360平方メートルで、サイドランプによって、ローロー機能も発揮できる。搭載構成は通常は、下記の通りである。また必要であれば、ウェルドックも、 車両甲板として転用することができる。ウェルドックは長さ122.0、幅14.30、高さ7.70メートルを確保して、クディック型汎用揚陸艇なら2隻、CTM 型軌道揚陸艇なら10隻、小海艇なら1隻を収容できる。ドック内には3メートルまで超水することができるが、この際に缶のバランスを調整するため、 7000立方メートルの容量を持つバラストタンクを備えており、これは35分で注水、45分で排水、可能である。病院船としての機能も有しており、床面積600平方メートルの医療区画に、手術室2室と病床47床を備えている。なお、傷病者の搬送を考慮して、この医療区画は、ヘリコプター甲板の直下に設定されている。 上部構造物後端はハンガーとされており、空外輸送ヘリコプター4機を収容できる。その後方のチューブ板はヘリコプター乾板とされ、長さ47.0幅23.0メートル、発着スポット2個が設定されており、いずれにもサマヘ着艦高速装置が設置されている。ヘリコプターへの給油のため、JP-5 ジェット燃料184キロリットルを搭載できる。 またこれとは別に、その後方のドックン板が若か型方にも、移設式プラットフォームを貸して、ヘリコプター1機分の発着スポットとして用いることができる。この移設式プラットフォームは、普段は各2 5トンの二重ブロック5個に分割されて、収納されており、要項は力量37トンのクレーンによって行われる。2002年、コートジボワールの内戦において、フードルが、 フランス人を中心とする在留外国人の救出に当たった。ウィキメディアコモンズにはフードル給与陸艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。